浮キ発着所浮キ発着所とは、福岡県浮キ市浮キ町浅田にある、西鉄バス久留米のバス停留所である。国道210号沿いに位置し、現在は、西鉄久留米バスセンターから出発する、一般路線バスの終着地の東端である。現在は、JR 久留米駅、大学病院浮キ発着所間を運行している、久留米吉井線の路線新設とともに、 上線速停留所として設置された。現在は、久ルメ、旧木波町内のバスの結節点としての役割を担っているが、かつては、福岡空港方面への高速バスや日田、高塚方面への路線も存在した。設置当初の名称が、上線速だったことから近年まで、上線速、戦速発着所と呼ばれていたが、放送や路線図における案内は2003年以降、 浮気波発着所で統一された敷地内のローソンには、西鉄のロゴが付される店舗サインにも、バス乗り場の案内がある敷地の南半分を、コンビニのローソン西鉄バス浮ーキハ発着所店が占める。建物の北側に乗車口が設置されており、店舗内の軽食スペースが待合所となっている。店舗駐車場の東側にバスの進入路があり、 北半分はバスの展開スペースと2台分の待機所がある。2016年以前は、舗装されていない砂利式の土地の中に、ガラス張りの小ぶりの待合所が存在しており、車両の展開、留置が可能な構造となっていた。待合所の中には、時刻表とベンチ、広報掲示板が設置され、待合所の建物の外に、飲料自動販売機と公衆電話、そして、 土地の端の方に便所が設置されていたが、運転手用の休憩所は設置されていなかった。また、乗車口は北側と南側に一つずつ設置され、バスはそれに横付けするように停車していた。前日の通り、乗り場は北側と南側に一つずつ設置されている。以下に記載する路線は、受け橋線が西鉄バス久留米、久留米吉井線が西日本鉄道の路線である。 旧町合所町合所に2つ設けられていた乗車口の、うち、南側は、覇気行き、北側をそれ以外の路線が使用していた。同一地点に存在する、老村西鉄てつばす浮き発着書店の住所は、うきは市浮き町あっさ、電磁浦田637のとなっている。ありがとうございます。